大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。1月7日日曜日午後6時を回りました。皆さん新年明けましておめでとうございます。本年もクルーズソフトチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。というわけで新年始まりましたね。大晦日が31日だったので、日曜日だったので一番こうまあ初めてな曜日ですね。今年になって初めての日曜日ですけども、いやまああっという間だなっていう感じもしますが、私的にはね1月の5日か金曜日にね仕事始めがありまして、まあ、金曜仕事して、また土日ゲスト、まあ成人日があるんでね、3連休でまあ嬉しいなっていう感じですけども、まあ、長い人とね、クリスマスから、8日まで休みっていうね、猛者もいますから、取引先にいますのでね、あすごい長いなと思いますけども、まあちょっと私としてはね5日の日に仕事行けて、一発こうね体をこうね、こうなんていうかな、こう仕事に慣れたしたらね良かったなと思っております。今日もねニュース盛りだくさんです。早速参ります。この1週間の自動車ニュースフラッシュ。まずはじめに1月1日の月曜日ですね、この日よいしょ、BYD ですね、2023年の世界販売台数が前年比 62% 増の302万台でしたということを発表しております。こちらですね、まあ、BYD、まあ、ご存知の通り EV と PHV のみを販売しているね、会社ですけども、まあ、今回低価格帯の EV ですとか、まあ、セダンのモデルなんかもね投入しまして、目標としていた300万台に到達しましたということで、これなかなかすごい数字で、まあ、主力の乗用車の、ね、内訳を見ると EV が 73% 増の157万台、 PHV で 52% 増の143万台ということで、まさに飛ぶと鳥を落とす勢いの BYD ですけども、この300万台年間ね世界販売台数300万台っていうのがどれぐらいの規模なんですかっていうのを、まあ、ちょっと調べてみるというか、そのね分かりやすく考えてみますと、スズキの2022年の販売台数が296万台なので、だいたい規模的にはね日本のスズキのイメージで、まあ、あれぐらいにね BYD がもう成長してるんですよということで、まあ、ものすごいこの成長と拡大がね進んでいますと。で日本でもねこの SUV のアット3とか、ドルフィンなんかが入ってきてますので、ここ札幌でもねアット3見ますのでね、まあ、本当にね BYD の勢いはこの2024年もね、まあ、EV の中でははるかにあそこの会社もね、超えてますということで、こちらね後ほどねお伝えしたいニュースがございます。続きましてテスラですね、1月2日の火曜日です、2023年10、12月期の販売台数を発表しております。約48万台ということで、まあ、こちらのニュースはね、あふーん、テスラは約48万台この四半期で売ったんだ、ふーんなんだけども、実は BYD もね10、12月期の、発表すでに終わってまして、こちらがね52万台だったわけということで、次のニュース、BYD ですね EV の世界販売をめぐりまして、四半期で初めて首位になりましたということで、テスラを抜きましたということで、BYD としましてはこの10、12月で 60% 増、前年同月比でということで、非常に高い伸び、 BYD がめちゃくちゃ伸びてますということで、まあ、テスラとしましては、2023年通年ですね、180万台を目標としてたんですけども、180万台を超えましたということで、イーロン・マスクさんも喜んでると。で一方 BYD の方は EV 販売台数157万台ということで、年間の通算ではテスラは超えれなかったけども、10、12月期では超えてきましたと。でさらには BYD は PHV も売ってますので、143万台は、PHV も売ってますので、まさに電動車のなんかまあこうなんていうかな、王様というか、まあ、ちょっとこれから先2020年はちょっと BYD の躍進ぶりがすごいのかなと。何かトラブルだり何か問題が起きない限りはこのね勢いを止めれないなっていう感じがいたしますね。ちょっとここは怖い存在ではありますね。ちょっとのまあ電気自動車、まあ、電池、まあ、リチウムイオンとかいろんな鉱物とかね、中国はやっぱり自分の国の中で、天然鉱物も取れますので、まあ、今はね軍配は明らかに中国にねちょっと偏ってるなっていうところなんですけども、さあさあ2024年大統領選挙ありますから、米国のさあどうなるか、またもやね中国を締め出すんじゃないかといういろいろなこう安全保障上のね問題、経済の安全保障上の問題もあるので、まあ本当車だけでなく世界情勢をも気にしなきゃいけないということで、これ
それが自動車ニュースの面白いところだなと明らかめで思う次第でございます。続きまして、テスラですね、1日に発生しました能登半島地震で被害を受けた北陸エリアですね、こちらにある、テスラの急速充電器ですね、スーパーチャージャー、こちらを1週間無料で開放するということを発表しております。ちょっと1週間かよっていう気持ちがしますけど、まあ、まずは1週間って感じなのかな。で、対象は新潟県、石川県、富山県、福井県内にあるこうスーパーチャージャーで、まあ、テスラの EV であればどこでも充電できますようなんだけども、どれだけテスラの車があるか分かんないんだけども、まあ、テスラの車があって、でその車を元にまあ、給電するってこともできますのでね、こう被災地の方々の、ね、役に立てるとね、テスラとしても嬉しいのかなというふうには思います。で続きまして、これがちょっとね、実は地味にこれさ、地震とかね、羽田の事故とかがあったのであまりこうね取り出されなかったけども、実はこの次のニュース、アメリカですね、自国で、販売する EV について、購入時の税優遇ありますね、マックスで106万円ぐらい、日本で約106万円ぐらい補助金が入るんだけども、あれの件ですね。で新たなリストを公表、まあ、新たなリストというかリストがこう更新されたんだね。でそのリストなんで新しくなったのっていうと、中国製の電池部材ですとか鉱物を使った場合は優遇の対象外にするっていう、もうさらに厳しくなったわけ。本当にアメリカファーストのね、こうなんていうか対象になっていまして、まあ、それ採用された途端に、まあ、従来17車種 OK と言われたのが一気に8車種に半減しました。もうふるいにかなり落とされましたと。で日本車で唯一対象になっていた、日産リーフもなんと除外されてしまいましたということで、対象外になってしまったということで、あれれれれっていう感じなんだけども、まあ、今回ねリストは当たり正しくなりまして、なんとかかんとか新しいリストの中で残ったのが GM のボルト EV とかの2車種、あとフォードの F150 のライトニング、あとはリビアンオートモーティブの2車種みたいな感じ、あとモデル Y も一部車種で残って、まあ、テスラも外れてしまいますと。サイバートラックもダメだということで、結構ね自国、アメリカの中でも外されてしまった車が多くてね、モデル3の一部グレードも外れてるし、まあ、ニスタンリーフも外れたし、あとはフォルクスワーゲンの、ね、ID4 こちらも対象外みたいな感じで、結構ねシビアな感じ。ただ今これ1日からでこのリスト切り替わったんだけども、一応各メーカーからね、いやいやいや俺たち中国の鉱物なんて使ってないよみたいなね、こう言い訳みたいなね、こうなんかこうね処理提出とかして、まあ免れるケースも増えてくると思うんで、まあこれから若干対象車種は増えるかもしれないけども、まずはふるいにかけられて17車種から8車種に減ってしまいましたね。かなりアメリカの EV 税優遇、今風な言葉で言うとえげつないですね。で続きまして、1月3日の水曜日です。日本車メーカー6社ですね、2023年のアメリカでの新車販売台数、こちらを発表しております。合計553万台ということで、去年に比べ、おととしか2022年に比べまして 16% 増でしたということで、内訳なんですけども、トヨタ自動車 7% 増、ホンダがすごい 33% 増、日産 23% 増、スバルが 14% 増、マツダが 23% 増、ここまでは頑張ってるね、三菱 2% 増ね、大体がねこの2桁増だったんだけども、三菱頑張った方がいいのかなっていう感じがいたしますね。まあ、半導体不足がね解消しまして、まあ、自動車会社で、ね、結構車の生産頑張ってるんだけども、まあよくよく言われてますけども、明らかに在庫がダブついてるね、ところが見受けられますということで、一部人気車種はいいんだけども、まあ、在庫がかなり積み増してしまったおかげでダブついてますということで、まあ、販売がね、まあ、激減して、まあ、減速してますということで、あとアメリカは金利も上がってきてますし、なかなかローン組みづらくなったんでね、車も買えねえなっていう状況で、さあさあ日本車アメリカでの販売台数2024年どうなるのかなっていうのがこれからの見どころでございます。続きまして、1月4日の木曜日です。ダイハツ工業ですね、この日から、初売りが始まったんですけども、まあ、閑散としておりますということで、まあ、例年のような初売りのキャンペーン用のポスターとかね装飾もなくて、ダイハツっていうとあれなのかな、なんだっけ、桃色クローバー Z が CM してたようなイメージがありますけども、あれ違ったかな、なんかね、あれ鈴木か、あ、間違えましたね。そういった CM の、ねもないですし、まあ、金河新年で書かれたポスターがこう、ね、店頭に貼られているぐらいな、ちょっとその何か物寂しい雰囲気の、ね、こう初売りって言っても売るものがないはずなんで、何してるか分かんないですけども、まあ、鈴木なんかと比べると、ね、まあ、派手に、ね、豪華絢爛にやってるわけですよ。で軽自動車シェア、ね、トップだったダイハツから、ね、もうお客様も、ね、だって出荷再開が見通せないからさ、もうメーカー変えるかなみたいな、競合他社に乗り換えようかなみたいなね、お客様もそれは多いですよねということで、
まあここで鈴木とかがね、それはまあ鈴木に行くわなっていうね、そんな状況でございます。続きまして日産自動車ですね、1日に、発生しましたこの能登半島地震の被災地に、EV のアリアですとかリーフなどを無償で貸与するということを明らかにしております。同じく三菱自動車も新潟県からの要請がありまして、1日から2日にかけまして、プラグインハイブリッドのアウトランダー PHEV ですね、こちらの2台を、ね、対応したということがありまして、これからも各自動車メーカーね、被災地にこう車を、ね、対応するということが多いのかなということですけども、停電している地域が多いので、この EV なんかはね、その PHEV もですけども、給電に使用すると、一部ハイブリッドもね、給電できるやつもいるんですけどもね、そういった形で車がね、こういう給電で役に立ち、ね、困っている方々の力になれたら、それは本当にね、本当にこう車の新しい使い方であり、ね、そういう今までモビリティだけじゃないというところで、そのいい車のね、宣伝にもなるし、早くね、被災地の方々の復興にもね、手伝いになったらいいのかなというふうに思います。中古車販売のグッドスピードですね、不適切会計ありましたね、UFO 出せないっていうことがありましたけれども、第三者調査委員会の調査報告書をこの日公表しておりますということで、年明け早々忙しかったですね。なんとこれ、この調査報告書ですけれども、2018年の9月期から2023年9月期の第三四半期まで約6年弱、売上を先行して計上する事例が延べ5242件あった。すごい数ですね。あと納車が済んでない車両について納車したと装い計上する、行為もありましたということで、まあまあ不適切会計ですね。まあ売れてもいない車をね、納車も終わってないのにね、納車してからその売上計上というかそのね、支払いが始まりますからというところもね、やらずになんとかこの日にね、売上を上げるためにということでね、こういう不正なことをして、本当は売上が立ってない中の数字をね、売上こんだけありますよっていうことで、それでまあ何が問題なのっていうと、別にそんなので最終的に売れるからいいじゃんじゃなくて、グッドスピードはね、上場してる企業ですから、上場してるってことは我々みたいなね、こう消費者とかからこうね、お金を集めてね、株式を買えばグッドスピードにはお金が行くしって、我々はそういったクリーンな情報が公開されてる情報しか知らないから、それを見て適切にね、売買とかを繰り返すわけなんだけども、不正なことをして、著しく消費者の信頼を裏切る行為だし、嘘の報告をね、当初にしたということで、それはもう上場違反ですよということで、まあ、下手すれば上場も取り消されるレベルだけども、まあ、ちょっとこれ今後ね、動きを見たいなと思いますけども、グッドスピード、不適切会計、やりたい放題やっておりますということがね、年明け早々判明しております。続きまして1月5日の金曜日です。ヒョンデ自動車グループですね、2023年の世界販売ですけども、こちらを発表しております。2022年比で 6.7% 増の730万2451台でしたということで、前年上回るの3年連続ですということで、ヒョンデも調子がいい。どの国、車会社にも言えますけども、ロシアの、ね、制裁もありましたし、中国での不振なんかもございまして、ヒョンデの場合は特に欧米とかインド市場を切り開いて販売好調でしたという、そこが結構補ってくれたんだね。で、2024年としましては、今年はね、1.9% 増の744万台を約目指しますよということなんだけども、まあ、ここもね、ヒョンデ結構渋い、あれだね、増加を見込みで、まあ当然超えてくるのかなっていう感じはします。うまくいけば750万台、さらには800万台ってとこがね、狙っていける会社なんじゃないかなというふうに感じがいたします。で、2022年で、世界3位ヒョンデでしたけども、まあ今年も、トヨタ、あとはフォルクスワーゲンの次にヒョンデが入ってくるかなっていう、世界販売でも世界3位。非常にね、我々、まあ、僕が単に情報が古いだけかもしれないけど、ヒョンデが世界3位なのっていうちょっと驚きですけどもね、まあ、そういったことを思っちゃいますけど、どんどんね、自分の持ってる情報っていうのはこう更新しなきゃあかんなっていう感じがいたします。で、続きまして伊藤忠商事の会長ですね、岡藤正弘 CEO ですけども、買収を検討しているビッグモーターにつきまして、少なくとも3月末までに結論を出したいということを述べておりますということで、まあ、資産査定作業ですね、今入ってますけども、こちら急ぐ考えを示しておりますと。そして買収した暁には社名を変更を検討する方針だと、ちゃんと言ったね、社名変更を検討する方針ということも明らかにしておりますと。で、さらには名前の候補はあるということでね、かなりも買収したら名前変えるし、もう候補もあるんだということをね、伝えていますということで、
まあ、会長としてはやりたいんだろうなということで、まあ、かなり前向きな感じでね、ただビッグモーターという名前は変わるような、勢いでございます。まあ、こちらはあの春までなのでね、こちら見守りたいなというふうに思います。自販連の全県事業ですね、2023年12月の新規販売台数を発表しております。前年同月比で 5% 増の36万2839台でしたということで、16ヶ月連続の増加というわけなんだけども、まあ、もちろん、認証試験不正でね、12月の後半から、工場の新車の出荷停止をしていたダイハツにつきましては 13% 減ですよというね、ちょっと当たり前な感じもしますけどね、ダイハツは結構まあきつい状況で、都内のねダイハツ系列店の販売店の行為としましては、工場からの新車出荷が止まり納車できなくなったと、ね、契約していた顧客にはキャンセルと返金を提案していると。キャンセルと返金だって、いや大変。1、3月は本来初売りや年度末商戦の書き入れ時、新車を売ることができないのは悔しいと、代わりに中古車やメンテナンスで長く乗り続けることを提案していくとのお話だけども、まあ、新車の出荷できないからってさ、ダイハツの車自体全部がなんか不正認められたみたいなことから、中古車進めるっていうのもさ、やだよ別にって言って、買いたくねえよダイハツなんてっていう人が多いからさ、中古車進めるのもきついなと、メンテナンスで引っ張るっていうのも結構きついなってことで、いや本当に新車が出てくるのを待ちたいですけども、このイメージダウンをねどうね巻き返してくるかっていうのは、まあ、これあのマーケティングとか商売とかでね基本だと思うんだけども、そういうとこどう出てくるのかなっていうのは、まあ、実践でどこまでダイハツが復活していくのかっていうのはこう見ものだし、学びたいところでもあるなという感じがいたします。で、1月6日土曜日特にございません、7日の日曜日今日ですね、こちらも特にございませんというね、こんな感じな1週間でございました。まあいろいろありましたけども、まあ日系の自動車メーカーがね結構米国の販売結構苦戦してるんだよ。特に EV がね、アメリカでは EV が売れなくなっちまったということで、結構本国のメーカーも苦戦をしていて、じゃあどうするのっていうところで、日本のメーカー、日系系メーカーは、まあ、販売奨励金だよね。要は、販売店に対して売ってくれたらいくら払うよってこうね、奨励金を結構ね、今までの2倍ぐらい増やしてるってことで、結構奨励金が増えるとさ、前も日産とかも奨励金増やしすぎてさ、結構ガタガタってきたからさ、奨励金増やすっていうのがちょっと安易だなって感じもするんだけども、結構はねアメリカで EV をね販売するっていうのは結構大変な状況。ただ EV には多額の投資をしてるから、ちょっと資金回収してこなきゃいけないから、 EV 売れなきゃ困るわけね。じゃあ奨励金もつけるかって言ったら、結構ね2回自分の首絞めてる感じになるから、ちょっとこれどうなのかなって気はしますけども、結構アリアも苦戦してるしね、スバルソルテラなんてもうもっと苦戦してるしね、ビジフォーエックスも全然売れてませんということで、結構ねきつい状況でございます。以上この1週間の自動車のニュースでした。明日からの1週間も駆け抜けよう、車大好き僕のラジオ。エンディングになります。年末にお話ししましたクルーズソフト修行中の件ですけれども、私の車はね、その2月生産枠、2月に生産されますよっていう、まあ、販売の枠がディーラーさんから与えられていて、その枠で、契約をしているので、何も問題がなければ2月生産って言っても1日から29日までありますからね、どこで作られるか分かりませんけども、まあ2月中に作られて、まあ3月にはね、納車なのかなということで、まあ春ちょうどね、新しいこう芽吹きの春ですよね。ね、まあ、こう春って僕大好きな季節なので、まあ、そういった中でね、新しい車に乗れたら嬉しいなというふうに思っております。そして今乗ってるアルファードがね、その4月の頭の方にも車検なので、まあ、それにこうね、リプレイする形でまあ契約もしてますので、まあ、もし何らかの、ね、影響で納車が遅れた場合は、まあ、代車なんか出してもらったりしてね、まあ、の乗り換えに進めていきたいなというふうに思っております。でまあこの、まあ、新しい車の車種はね引っ張るつもりはないんだけども、まあ、もうちょっとね引っ張らせてもらおうかなと思ってます。でただずっとねこうアルファード乗ってきたやつがいきなり今回からね、セレナ予約しましたとかね、ZRV にしましたとかね、ホンダベゼルにしますってことはほぼほぼありえないでしょう。だからそこはもう除外していいと思うんだよね。で私この車を買ったのが8月2日だったので、契約したのが2日だったので、まあ、それから
このエンディングの映像の中にはその車がね必ず映ってるようにしてましたので、まあお察しのいい方は分かりますよねっていうところで、まあね、もうちょっとあの正式発表ね、そうだな、あの本当に納車日が確定した時に、まああのね、社名もね公表するようにしようかなと思っております。そしてまあ新年になりまして2024年が始まったんですけどもね、ちょっと紹介したいマスコットがおりますのでね、ちょっと少々お待ちください。よいしょ、当番組のね、クルーズチャンネルの番組の、新しいマスコット、シーズー犬のシーちゃんでーすということで、はい、皆さんこんにちはね、あのちょっとね、新年早々新しいね、家族を迎え入れることになりまして、シーズー犬のね、シーちゃん、3ヶ月、ちょうど3ヶ月でね、まだまだ子犬でね、今日これからワクチン接種ね、2回目のワクチン接種に行くので、まだ外にね、お散歩も行けないようなね、ほんと子犬なんですけども、まあ、これからね、この子犬のね、成長なんかもね、エンディングでご紹介しつつ、当チャンネルの、ね、マスコットとして活躍してもらいたいと思っております。はい、よろしくお願いいたします。今週も聞いてくださいまして、ありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。バイバーイ。